週間後に巨大化するペットたち、こんにちは、ゼロマルです。木曜日はサルバトールモニターのカマロ。カマロは見ての通り一応トカゲなのですが、先日ネットでトカゲが話題になってたのを知ってる？実はなぜか現在接近中の台風の名前がトカゲなんだそうです。トカゲ座っていう星座から名前を取ったらしいんだけど、ここでクイズ。台風の名前がトカゲになった理由は何でしょう？1、台風の形がトカゲのようだったから。2、風評被害を防ぐため。3、トカゲ座の下で台風が発生したから。それではシンキングタイムスタート。答えは測定の後ということで、第46週目の測定いきましょう。まず体重から。先週は 680.0g でしたが、673.0g、マイナス 7g、 先週の爆飲みの影響もありダウン。続きまして身長、先週は 84.5cm でしたが、85.4cm、プラス 0.9cm、身長はほんまに伸び続けるなぁ。体重が落ちていましたが、マイナス 7g くらいは誤差だと思えるくらいには大きくなりましたね。最初の方は減ってるだけで大慌てだったなぁ。それではクイズの答え、正解は2の風評被害を防ぐためでした。当たったかな？例えば台風の名前がゼロ丸とかになって甚大な被害を起こしちゃったら、僕のチャンネルに風評被害が出るよね。それを避けるためにトカゲにしたらしいんだけど、どう？おい、ふざけんなよ。そうだよね、トカゲからしたら嫌だよね。次は土曜日、シルバーアロワナの武蔵を測定していきます。お楽しみに。バイバイ。っていうか台風ってなんだよ。